はい、どうも皆さん、こんにちは。白神チャンネルの白神と申します。ということでね、今回ですね、すげえバカな企画思いついたんですけど、節分なので、この動画いつ上がるかわかんないですけど、節分なので、これね、豆を用意したので、普通の豆です。なんか、全然ピントが合わないけど。豆を用意したので、これをちょっと鳩時計の鳩にあげたいと思います。ちょっと出てきてくれないかな。半になったら一回出てきてくれるんですけどね。ちょっと待てないので。あげてみましょう。ほい。押さえた。食べて。食べて。鳩。これね、あのね、スローで見るとわかると思うんですけど、ここがね、くちばし、赤いところと、赤いところがくちばし、どうなんだろうね。赤と黄色のところかながくちばしになっててね。これスローで見ると、パッポーって鳴く瞬間に、赤いところがね、下に動くんですよ。ちょっと回してみますか。7時。ほら。ほら、食べろ、食べろ。おい、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 おい。はい。パカッと。こん中にでも入れときましょうか。壊れそうだな。やめとこう。しばらく、ここに、今日の間だけここにね、置いといて、どっか置けるところがあればいいけどな。ここに、針金の上にちょうど乗っけられるかな。ここに、じゃあ、ここに乗っけておきましょう。この針金は普段はね、こっちにくるって回して、鳩が出てくるのを防げるんですけど、まあ普通は使わないよね。はい、というわけでちょっとこの中の鳩さんに豆をあげる企画でした。以上。